それではただいまより昨日、最終戦を迎えました01風林火山タッグトーナメント2016、優勝チームでございます海、そして小畑優作組、メロットタッグといたしまして本シリーズ初のタッグ結成をいたしました。あの先番の新木場での30分フルタイムドロー、その後のその、くすぶっている者同士というそのお二人がつかみました、輝き栄光でございます。それでは、お二方、両選手より皆様にコメントをさせていただきたいと思います。それではどちらから、はい、甲斐さんからよろしくお願いいたします。まずはバタヤン風林火山ありがとう。いや、正直言って風林火山始まる前なかなか、一緒に行ったと思うんですけども会えてなくて、すれ違いだったんですけども、やっぱ乃木神社に行って、オッキーさんも言いましたけど夫婦円満かけましたよね。すなわち、風林火山優勝っていうふうに願掛けをかけた、おかげだけじゃなくやっぱバタヤンの協力のおかげで、正直本当この風林火山連戦で移動もきつくて体ボロボロでしたけども、一戦一戦勝つことができてですね、本当に僕は妻役に徹してバタヤンは旦那として前に前に出て行ってもらって勝って、決勝もね本当に、どう見てもね皆さんが見ても叶わないんじゃないかっていう思いがあったと思うんですけども、やっぱりそこは夫婦の力で勝つことができて、大変嬉しく思います。それでそのやっぱね夫婦円満を達成したからにはその勢いのままやっぱゼロワンの、タッグのベルト、田中さんとライディーンが持つベルトに挑戦しようと思ったんですけども、普段寡黙な旦那なんですけども、まずはシングルのベルトに挑戦したいってやっぱ主張したんで、僕はそれを受け入れて全面的に支えて、そのシングルのベルトの後に、タッグのベルト行こうって約束したんで行けたらいいなと思ってます。じゃあまた喋って。そうですね、昨日の試合のことに関して言えば、もうほとんど試合のほとんど9割方自分がもう本当に攻められてて、もう本当きつい試合でしたけど、もう本当に最後パートナーに本当に助けられて、勝利掴むことができたなというふうに思います。風林火山優勝、まず優勝したんで、その後自分はもうこのタッグその後も続けていきたいなというふうに思っていますんでね、会は言ってたけどタッグのベルトに行こうって言ってましたけど、自分もその備えはありますけど、その前に自分はまずシングルのベルトを挑戦したいなっていうふうに思ってます。あとはもう本当浩平さんが受けてくれるか分かんないですけど、自分はもう行くつもりで行きますんでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではマスコミの皆様よりご質問をぜひよろしくお願いいたします。タッグ取ってどんな気持ちでした？風林火山とゼロワンの一応そのタッグの、いやもう本当決勝戦、耐えて勝ったんで正直びっくりしたんです。
まあ、でもそれと同時に、まあ、嬉しさも込み上げてきましたし、やっぱ連戦の終わったっていう充実感と、まあ、あとはバタヤンとやっぱ力を合わせて取れたっていう嬉しさですね。そういうのが込み上げてきました。まあ、そのまた僕もまあ風林火山っていうタッグの、ね、その覇者に、まあ、名前を刻めたなっていうのもあります。そうですね、火祭りに続いてこの風林火山取れたことを本当に嬉しく思ってます。まあ、このゼロワンに来て自分はもう風林火山、そして火祭り、あとはそうですね、ベルト、自分はこのゼロワンに来て唯一取ってないベルト世界ヘビーなんで、あと一つそれを取って本当にこのゼロワンというのを変えていきたいなというふうに思ってます。火祭り優勝した後に一度挑戦してますけども、はい、その時とは、ね、なんか違う意気込みが。そうですね、もう火祭り優勝を、はい、挑戦しましたけど、まあ、本当自分は、うん、本当あの時の記憶はありますね。本当に悔しい思いをして、はい、必ずいつか取ってやろうというふうに思ってて、まあ、今回風林火山優勝して今回はそのタイミングかなというふうに思ってます。終わらせてください。金子さん、え、終わらせてください。 iPhone ですいません。来たる1月1日、2017年その初日元日興行でございます。当日2時開始でございますので元旦ではなく元日興行となります。こちらの2017年初の戦い始めは後楽園大会、恒例の後楽園大会となっております。シリーズ名をですね、新春ドリームシリーズと題しまして今大会が開幕戦となります。1月シリーズのタイトルは新春ドリームシリーズでございます。そのドリームシリーズの初戦開幕戦に、先般申し上げました4大タイトルマッチ、これを提唱いたしました、株式会社ドリームオンステージ代表取締役でございます、大野義隆よりですね、本日対戦カードを、決定発表させていただきたいと思っております。まず、タッグの NWA インターコンチネンタルタッグ選手権試合が決定いたしました。こちらチャンピオンチーム田中雅人ジェームスライディング組対昨日の風林火山におきまして準優勝となりました第64代横綱あけぼの選手、そして将軍岡本組タイトルの挑戦が決定しております。経緯も含めましてまずは代表取締役大野義隆より皆様へご挨拶をさせていただきます。本日は、お忙しい中お集めいただきまして誠にありがとうございます。風林火山もですね、昨日で無事に終わりまして、たくさんのお客様方に来ていただきまして本当に感謝しております。昨日、決勝戦後ですね、あけぼの選手から呼び出されまして、納得がいかないと、もっと強いチームを出せということで、指摘を受けました。そういうわけでですね、今回、元旦の日にうちで今一番強いタッグチーム、田中将人ジェームスライディの、インターコンチネンタルタッグ選手権を、あけぼの、岡本将軍と、やってもらうということを、本日決定しました。そのような感じですのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。昨日、準優勝となりました明野選手、控え室前におきまして、大野代表の方へもっと強い選手を当てろということでございました。実力的に、小畑会優勝チームよりも上だという
そのアピールを受けましての、タイトルマッチ決定ということでございます。それでは、王者としてその採決をいたします。田中正選手、よろしくお願いいたします。昨日で風林火山、終わりましたけど、チャンピオンとしてその風林火山のトーナメントに、出たわけですけども、結果として、決勝にも行けず優勝という、勲章を取れなかったんですけど、昨日、決勝戦を見てて、小畑、海軍が優勝してて、そのチームが、元旦にね、僕らのベルトに挑戦するしてくるもんだと思って、会場でどういう、なんていうかアクションを起こしてくるのかなと思って隅の方で見てたんですけど、尾形が、シングルの方に行くみたいっていうことで、じゃあ、元旦のカードどういう風になるんだろうっていうのもすごく気にはなってたんですけども、社長がこういうふうに決めて、横綱がいろんなアピールが、ああいうふうなアピールがあって、試合に関しても、昨日優勝した、小畑海を圧倒した、すごいチームだし、実際僕たち1回戦に負けてるチームなんで、相手として、僕らもチャンピオンですけど、リベンジという形にもなるかもしれないし、相手として、不服っていうか、そういう文句はないし、すごい大きな壁をぶち抜きたいなと思います。はい、ありがとうございます。それでは皆様よりご質問ございましたら、ぜひよろしくお願いいたします。横綱は前回というかタックで防御戦1回やりましたけど、また2つあるというか。そうですね、この風林火山含め、将軍、横綱チームとして、1対1っていうか一勝一敗なんですけども、もう本当に過去のものっていうのは別に気にはならないので、この元旦正月一発目の、タイトルマッチなんで、ここでやっぱり年始ということで、初の試合はやっぱり試合始めは必ず勝たないと、2017年いいスタートは切れないと思ってるんで、2017年もこのベルトはずっと僕の腰から離れられないと思うような戦いをして、がっちり将軍なり横綱から3つ取ります。当然それ防衛して、尾形海っていうのも、そうですね、海は、このベルトに挑戦するみたいな感じでコメントを出してたので、将軍横綱を破ったらその2人が出てきてくれるもんだとは今思ってますけど、まず本当に将軍横綱を倒すことしか、当面の目標はそこに置きたいなと。この間名古屋で対戦しまして、敗れたわけですけども、その辺でちょっとなんか苦手意識というか。そうですね、最初防衛戦した時よりもやっぱ将軍の戦い方っていうのが、うちに馴染んできてるっていうか、プロレス的な部分でも実力的な部分でも、なんていうかな、チャレンジャーとして来た時よりも向上してきてるので、そこが怖い部分ではありますけど、僕ら、もう僕は本当にもういろんなものを経験してるんで、やっぱもう2連敗はないなと。よろしいでしょうか。ありがとうございます。本日チェルサイディース中欠席となっておりますが、このタイトルマッチ了承という形となっておりますので、4大タイトルマッチ NWA 世界、失礼いたしました、 NWA インターコンチネンタルタッグ選手権試合は30分一本勝負、挑戦者チームアケボの将軍岡本組対チャンピオンチーム田中正人ジェームスライディング組決定とさせていただきたいと思います。それでは、記念撮影をさせていただきたいと思います。それでは、世界ヘビー級チャンピオン佐藤光平選手でございます。
四大タイトルマッチ、当然このタイトルがかかってまいります世界ヘビー級選手権試合でございます。現チャンピオン、そのシングルといたしましてベルトを持っておりますのは佐藤光栄でございます。昨日のその大会後、タッグマッチにおきましての小畑優作選手の新発言がございましたが、本日含めましてでチャンピオンの方より皆様へご挨拶をさせていただきたいと思います。はい、お疲れ様です。風林火山が、小畑会が優勝したということなんですけども、まあ、初戦で当たって、負けてしまったんですが、その負けた相手が優勝したということで、彼らの、どうなんですかね、実力なのか勢いなのかわからないですけど、それが本物だったということだと思います。タンクっていうのはぶっちゃけな人のシングルとは全然違って、その相手との呼吸だったりとか戦い方も違うんでね、改めてそのタンクの難しさというものを実感したんですが、とりあえずもう終わってしまったことなので、そこは切り替えて、元日に四大タイトルということでタイトルマッチをやるんですが、その風林火山でまずその取られた回にですね、回を逆指名したいと思います。いろいろね、やる相手、挑戦してくる相手だとかいるとは思うんですけども、自分が取られたっていうことなんで、しっかりとそこはけじめを取りたいなと思います。逆指名したことで、相手が受けるかどうかは別として、はい、僕は甲斐を指名します。すいません、はい、自分昨日リング上にも言いましたけど、シングル自分が行くんで光栄さん受けてください。昨日ちょっと別でもまた試合があったので、メインまではきちっと見てなかったですけど、とりあえずお前と海が優勝したと、初戦で負けて、でお前らがその勢いのまま優勝したということは認めるけど、取られたのは海であってお前ではないので、お前がそのやるやらないやりたいという気持ちは受けるけども、俺はとりあえず解除する。光栄さん受けてください。自分と真にやってください。前に一緒タイトルマッチやって、お前が暇で優勝したとかやって、俺は勝ってるから、確かにその風林火山優勝したっていうことは実績になるかもしれないけども、それはあくまでタッグの実績だから、お前がその後シングルで何か実績を残したかどうかっていうことは俺は疑問だし、それでもお前がどうしてもやりたいと言うならば、それはまずお前のパートナーとも話し合いをした上でもしここに来てるんであれば、もうあとは社長に僕が立ててから、どうですか。どうしてもやりたい。はい。どう、こういうちゃん。いや僕はもうチャンピオンとして、はい、挑戦してくるのに関しては何も拒否することもないですし、いつでもやるっていう覚悟があるんで、それがチャンピオンのベルトを持ってるチャンピオンとしての使命ですし、はい、あとはもう社長、大和田の気持ちがどこまで社長に通じるかで、
ってみますか。はい、自分はもう本当火祭り後負けてますけど、今回はそうはいかないんで受けてください。小林さん、決定届いていいですか社長。じゃあ決定で、うん、ということになってしまったので、とりあえずじゃあ、自分から指名した会話に一旦置いといて、自分から名乗ってきた小畑の挑戦を受けたいと思います。ただ元日だからっつっておめでたいムードのままで終わらせないからね。タイトルマッチだから覚悟しておいて。皆さんどうかな、よろしくお願いします。4大タイトルマッチ、ジュニアのシングルでございます。ただいまジュニアの2冠チャンピオン、そしてレジェンドを合わせますと3冠王となっております大谷進次郎選手、今大会におきましての、タイトルマッチは天下一ジュニア優勝の菅原拓也選手に、決定をいたしました。この経緯を含めまして、まずはチャンピオンのより、ご挨拶をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。本日も、たくさんお集まりいただきありがとうございます。元旦、僕のタイトルマッチが決定いたしました。対戦相手は菅原拓也。このタイトルマッチを迎えるまでに彼とは何度も、タッグマッチやシックスマンやそれたくさん当たってきました。もう機は熟しただろうと僕は思っております。ここは元旦できっちり、勝利を収めて、菅原拓也がもうチャンピオン大谷じゃ勝てない、本音でそう思うぐらいの戦いを見せて勝利を奪いたいと思います。ただ本音を言わせてもらえれば、何度か戦って、まあ、相手がそばにいるのに言うのもなんですが、正直あのマシトルというのは苦手ですね。何度か固められましたけども、マヒストラル対策も僕の中でこの試合までにきっちり、頭で描いて絶対に負けることのないよう万全の体制を整えて元旦後楽園ホールのタイトルマッチのリングに上がりたいと思います。必ず勝ちます。ありがとうございます。それでは挑戦が決定いたしました菅原拓也選手、ご挨拶お願いいたします。今年天下一を取って、まあ、アピールし続けてようやくタイトルマッチにたどり着けたと。まあ、タッグの方もそうですけど、地主さが出てきたり高岩が出てきたり、まあ、もちろん大谷もそうですけど、まあ、いつまでもこの人たちがトップ走ってるんじゃ変わらないんで、ベルトを取るとともに時代も掴み取りたいと思います。
あとマヒストラルがどうのこうの言ってますけど、なんか誘ってんだろうそれ。まあ、マヒストラルだけじゃなく、僕はあのメキシコ仕込みの丸め込みたくさんまだ出してないの持ってるんで、その辺を楽しみにしてくれればと思います。ありがとうございます。私すみません、順番間違えちゃいました。では3位の方を、ドア頭でやらなきゃいけませんでした。まずはじめに、ではチャンピオン、大谷晋三選手、最後お願いいたします。続きまして挑戦者、菅原拓也選手、サインをお願いいたします。最後に立ち会い人でございます、小野代表、サインをお願いいたします。挑戦者、チャンピオン、そして立ち会い人、すべての才が整いましたので、ご利用いまして1月1日元日、後楽園ホール大会におきましての NWA 世界ジュニア、そしてインターナショナルジュニア、ジュニア2冠チャンピオン選手権試合正式決定となります。それではマスコミの皆様よりご質問とございましたらよろしくお願いいたします。はい、ジュニア2冠の防衛戦ですけども、はい、その辺でどうでしょうか。そうですね、まあ、気づいてみれば久しぶりになるんですけども、それだけ僕からこのベルトを奪えると、胸張って言えるやつがいなかったってわけじゃないですかね。ここ少し前から、菅原と小太郎が言い始めたぐらいで、それまで大谷晋三にはかなわないと思ってるやつらばっかりだったということじゃないですかね。僕はいくらでも防衛戦やる準備はできてましたから。でこの質問の延長戦で申し訳ないですけど、先ほど菅原が言ってましたけど、中日高が出てきたり高がやってきたり、もうね、皆さんが分かると思うんですよ。それ皆さんが求めてるんですよ、フレイラジジータじゃない、中日高や大谷高は世間が求めてるんですよ、だから我々も戦ってるんですよ。こいつらはタラ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 やってたから、世間が我々を求めてる、僕はそう思ってますけどね、自分で作り出した状況を、この野郎この野郎ってガキじゃねえんだから、この試合できっちりそれを証明してあげますか。我々を大谷高安ジュニスタ、そういった世代、田中美濃も神戸浩二も含めてですね、世間が求めてるんですよ。それをグラウダ言ってんじゃねえよ子供みたいな。まあ大谷にはそう映るんでしょうね、まあ、たらたらしてすいません。まあでもそこまで言ったからには負けたら終わりだと思うんで、大谷は必ず掴み取ります。ありがとうございます。それでは、記念撮影をさせていただきたいと思います。カードだけ発表させていただきます。NWA ライトタッグ選手権試合でございます。はい、では、こちらのカードを、大野代表より発表させていただきたいと思います。それではちょっと発表したいと思います。NWA ライトタッグ、選手権、王者組、小高勇、
塚本匠組対、金本浩二田中実ジュニスタチーム、これで決定したいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。風林火山タッグトーナメント両チームともエントリー、そして、昨日のイルミネーションマッチにおきましてはジュニスタチーム最終2人残りということでございました。4選手よりコメントを頂戴しておりますので皆様には後ほどメールでもお送りいたしますが発表させていただきます。小高勇選手、挑戦者はジュニスタ、ゼロワンジュニアをもっと僕らで面白いと、失礼しました、面白くしたいと思っていますし、時代を変えるって言ってもあの人たちの時代を終わらせるとかじゃなくて今も先頭を走っているから、だからベルトをかけて戦いたいです。そして同じく塚本匠選手、それがベルトを持っている人間の使命だと思いますし、僕らバサラの人間ですけれどライトタックのベルトを持っているのでと、俺たちがバサラだと強く、チンバサラコメントいただいております。そしてジュニスター、金本浩二選手、金本浩二田中実のジュニアスターズ、略してジュニスターです。この度元日のホール大会で小高塚本のライトタックに挑戦を、シリーズ最終戦でお前ら2人を叩き潰したんやから当然のごとく上から目線よ、俺たち風林火山では準決勝で敗れてしまったけれども優勝者チームに負けず劣らず熱い戦いをしてきた自負はある。そこではこのゼロワンという団体でも誰が見ても分かる強者の勲章が欲しいのや、だから2017年年明けからタッグチャンピオンを必ず奪取し熱いジュニアの戦いの夢の続きを見ようぜと金本浩二選手力強く言っていただいております。そして田中実選手、18日の新木場大会試合後にリング上で言ったように、我々ジュニアスターズ、略してジュニスタは小高と塚本が持つ NWA インターナショナルライトタックのベルトに挑戦を表明いたします。IWGP ジュニアタック、アジアタックに続いてこのゼロワンでもタックチームとしての勲章を取りに行きたい所存でございますというコメントを力強く頂戴しております。これによりまして、本代表が提言させていただきました4大タイトルマッチ全て対戦カード決定という形となります。2017年後楽園ホール大会、そして東京新木場大会、全てビッグマッチにすると力強くその宣言をしていただきました本代表でございます。ぜひ2016年3ヶ月ではございましたが新しい新体制となりました、そして2017年新たなるゼロワンへのスタートといたしまして、最後に一言ご挨拶をさせていただきたいと思います。それではぜひ。はい、ですね、10月から、このプロレスリングゼロワンが、ドリームオンステージに移行したということで、駆け足でやってきましたけど、まだまだ、解説する部分があると思います。しかしながら選手とスタッフ一丸となってこれからも邁進していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。